ワールドシリーズ日程日本時間。第1戦26日9時8分、第2戦27日9時8分、第3戦29日9時8分、第4戦30日9時8分、第5戦31日9時8分、第6戦2日9時8分、第7戦3日9時8分。めっちゃくちゃ楽しみ。土日見れるのが嬉しい。土日はえげつない視聴率男叩き出しそう。メジャーは休み少ないな。移動日も時間同じなんだ。大変そう。どの試合も痺れるような試合になりそう。すべて9時8分から、わかりやすい。全部みたいな。最終戦までもしも連れ込んだら土日なんやな。土日はリアルタイムで観戦できますな。今年リーグ MVP であろう、大谷翔平対ジャッジを含めた最高の最終決戦。3、4、5戦目のどれか時間級もらおうかな。ニューヨークは8時から試合やんのか。最終戦までもつれると、全日本大学駅伝の視聴率持っていかれそう。フジテレビでも中継するらしいけど、あの曲にちゃんと実況できるアナウンサーているのかな。あとどうでもいいアイドルなんて呼ばないでほしい。全試合9時からなんだ。日本人に優しい。朝の楽しみやな。最高の1週間になりそう。この時間帯なら見れそう。移動日はあるとして土曜日から毎日すべて9時8分楽しみすぎる。まずは第1戦の26日。ああ楽しみすぎる。大谷翔平の夢だったワールドシリーズでの戦い。今年は43年ぶりとなるニューヨークヤンキースとの熱い戦いになる。大谷とアーロンジャッジとのホームラン競争も楽しみ。日本シリーズとワールドシリーズの日程が重なるからマジで野球ウィークやな。メジャーが日本に忖度した開始時間だろうな。今年はドジャースにホームアドバンテージあるから、勝つなら今年なんなんだよな。1試合でも多く見たい気持ちもあるし、連勝で一気に決めてほしい気持ちもあるし、ホームランもたくさん見たい気持ちもあるし、とりあえず楽しみで仕方ない。楽しみたいから最後までもつれてほしい気持ちと早くドジャースの優勝を見たい気持ちが行ったり来たりしてる。